9の x 乗が4つあるので 4×9 の x 乗イコール12という具合になり、両辺を4で割って9の x 乗イコール3となります。9っていうのは 3×3、 つまり3の2乗とかけるので、3の2乗の x 乗が3、指数同士かけて3の 2x 乗イコール3の1乗と考えて、2x と1が等しいので、両辺最後2で割って x イコール2分の1という具合になります。わかったかな？